やるとするかい。やるわ。3周目か、これは。3周目どうしようかな。まあ、普通にじゃん、とりあえず。結構、まあ、割と難しいんだよな。難しいってはもっとやばいんじゃないか。名前、まあ、これ OK だろ。なんか追加されてないか。刀どうしようかな。俺、刀なんかあれでいこうかな。残機丸だっけ。あれでいくわ。あれ？あれ？ああ、よかった、あった。びっくりした。ないと思った、今。村雨がねえと思ってさ、前の俺が前使ったやつも。残機丸、持ってくわ。あ、ニコイザ持っていけないんだ。あ、なるほど。これ誰からもらったやつだっけ？覚えてねえな。今回微低骨だけでいきますんだけどな。どうすっかな。とりあえず残機丸とか2つ持ってくか、じゃあ。まあ、いつでも預けることできるから、まあ、いいでしょう。間違えた。間違えて思うた。今回はこれちょっとメインにやってみたいな。装備する。で、これ鍛えていくみたいな感じで。まあ、アウト組で やろうと思ってるからちょうどいいんじゃない。所持品は、てんてれてんてんてん。こっちか、大根。これなんだ。これよくわかんねえんだよな。補正値が向上しよう。まあ、一応まあ持っとくか、じゃあ。おい。オッケー。さあ、どんな感じでいこうかな。とりあえずもうぶっ飛ばしていくか、じゃあ、とりあえず。最初なんか選択肢3つあんだよね。あの、左右からなんかのおにぎりもらってさ。いやー、でもちょっとかわいそうだな。多分どうせなんかそれやっても、逃げるぐらいだよ、だって。なんかおにぎりもらって、なんかこれなんか、これは見せ物じゃねえぞ、みたいな感じのさ。そういうのがあったじゃないか。助かったぞ。これよりうまい飯は食ったことないとか、なんかさ。で、見せ物ではないぞ。あれやっても多分変わんねえんじゃないの。変わんねえって多分逃げておしまいでしょ。だと思うんだけど、あんまやりたくねえんだよな。試練がいる。てってって。いい雰囲気だな。極悪ルートでちょっと行ってみたいよね。まあ、悪い奴に出したらもうちょっと徹底的になるから、もうちょっと暴れてなんかもう極悪ルートで行ってもいいかもしれない。これはまあいいんじゃなくても助かったでいいよ。ありがとうよ。またどっかで会ったらよろしくな。じゃあ今回ヤクザルートだな。ヤクザルート行かせてもらうから。で、またこの3人が談笑してんだろ。こいつぶっ飛ばそうぜ、ぶっ飛ばそうぜ、こいつら。こいつらの会話でも面白いんだよな。刀長えな。待ちな。ここは俺たち青と組が仕切ってんだ。お前が一番面白い。何しに来た。ああ、まあそこどこでいいか。やめてください、ボリー。これどうなんだろうな。まあやめとくわ。なんだと。多分喧嘩ふっかけられておしまいだろって。こうやってこいや。てめえ。無駄だ。めっちゃ強い。てか技の出が早すぎる。一瞬でいったぞ今。これめちゃくちゃ強くない？いや技の出が早いもんな。シャシャシャって感じで。でなんか止めたさんだろ、こいつら勘弁してくださいみたいな。許さねえ。許すと思うか？嫌だね。人殺し！このなんかどうもやつ以外の見分けつかない、見分けつかない。いいねいいねあんた、かっこいい助かった。教授の面白いな。お嬢さん、早いとこあいつ俺の友達だから。お前殺すよ。何回見ても面白いな。この名で私を呼ぶなって言ってるだろ。死なないと分かんないんだから。めっちゃ怒ってんじゃん。めっちゃ怒ってんじゃん。もう教授の教授のさん、俺が悪かった。だから助けてくれ。だってどうしようかね。やめた。お前いい友達になれそうだわ。兄さんあんた強いね。私はね、強いやつが大好きなのさ。なんたって強いやつとやり合って、そいつをぶった切るのはたまらない快感だからね。このルートどうなんだ一体。このルートどうなんだ一体。だったらそんな半端者よりもっと骨のある相手を切ってみたいだろう。お前強いからやだよ。何のことかな。おともきはなしだよ。何そのなんかさ。私にはわかる。
あんたは私と同じ種類の人間さ。なんでわかるんだ。あんたにいいことを教えてあげよう。天原で一番血の匂いが濃い場所は青戸組さ。まあとりあえずこっちだな、このルートだな。その用心棒になれば切る相手には不自由しないよ。この私が保証してあげよう。そうか。私は影沼京次郎。もし興味があったら青戸組の屋敷まで来ておくれ。もっともあんたは味方にするより敵に回した方が面白そうだけどね。青戸組面白いよな。青戸組マジ面白いんだけど。待ってくれ京次郎さん。メンツが面白いな。めっちゃゆっくり歩いてないやつな。家に帰るのにどんぐらいかかるんだ。あれあいつどこに住んでないやつ。まあとりあえず行くか。じゃあとりあえず行って、まあそうだな、やるしかないだろう。であいつらもあの三兄弟もうベッタベタにもうぐっちゃんぐっちゃんにしてないからさ、ちょっとこっちルート堪能しようぜ。こっち面白いかもな。だからこいつらの眺めだって一応味方につくってことでしょ。だってイエー、まあ、これ一回見たからな、確かこの流れは。さあ中に青戸組他にいないよね、メンバーな。この3人と京次郎とあのあいつと言い合いのけの野郎と、そんなもんか。来たね。来たよ。この反応。血の匂いに誘われてここに来たんだろ。あんたはやっぱり私と同じ生き物なんだ。一緒にすんじゃねえ。楽しみだ。俺お前と違うんだ。これから天原がどんな地獄に変わっていくか、私も精一杯頑張らせてもらうよ。髪の毛もツヤツヤだな。最後にはなんでここで戦うんだよ。こっちを見るんじゃねえ。安心しな、まだその時期じゃない。私はあんたの味方さ。今はな、今はな。いい友達になれそうだな。もう面白いんだけど、こっちると面白いな。こっちると面白いよ。もうすでに面白いわ。よし、まずこいつぶっ飛ばすか。じゃあ来たぞ。お前もうどうでもいいよ。俺の首を取りに来たのか。それも面白そうだ。お面白いときたか。京次郎から聞いた通りの男だな。なんかもっと大物だと思ったんだけどな、こいつな。いいか、今俺たちは急に金なら出すみたいな。なんかさ、奉行所の奴らが奉行所と、そんなこと言うからさ。うちのあああれか、あのよし決まった。鼻っ柱の強い娘だからな、怪我させないように気をつけてくれ。なんか娘あれだよな、何せ大事な先代のお嬢さん。ああ連れてこいって話だったね、確かに。で最初は確か断ったんだ、やってらんねえみたいな。どうちゃんと見てね。鹿の蝶か、確か鹿の蝶な気がするな。ほうてれてれてん。じゃあ行くとしましょう。でんでてってんてん。不穏な曲だね。刀鍛えてなくて早く仕事やりたい。仕事取りつかれている。仕事と金に取りつかれてんだ。それで俺はでまたあれか、もしかしてあれなんじゃないの、またなんかさ鍛冶屋に行けなくなってみたいな、そういうパターンな気がするんだ。またこの3人が。いいから来いってんだよ。親分がお待ちかねだぜ。そうだ。 あんまりわがまま抜かすんじゃないぞ。あんたたち誰に向かって口聞いてるつもりなのさ。お嬢さん、お嬢さん、霞お嬢さんってか。だからどうしたい。なんだって。めんどくせえ。けんだこのアマ。あ、それはやばいだろ。ちょっとおいお前ら、なんだ俺たちの邪魔すんのか。お前たち格式ってやつ教えてやるよ。汚い手を離せ。なんだと野郎、今度こそぶちのめしてやる。よっ
ちまえ。お前勝てると思ってんのか。お前らごときが勝てると思っとんのか。よし、こっちランス危ねえから使うかな。お、やるね。おい、こっち一瞬できるからな。おい、これやばいだろ。さ、シュン。マジで早えもん。勘弁してくれ。嫌だね。お前らじゃ勝てんぞ俺には。お侍ってのはみんなそんなに強いのか。そうじゃないよね。あんたがすごいんだ。いや、剣がすげえんだよ。助けてくれてありがとう。私はかすみって言うんだ。いいやつそうだけど。さっきのやつらはまあどうでもいいか。あんたには関係のないことだし。関係あるっちゃあるんだよな。申し訳ないけど。どうすればいい。あいつのこと知っている。お前の知っている。お前あいつのこと知ってるでいいかじゃ。どういうこと。なんで一吉たちを知ってるの。まあちょっといろいろあるんだよ。あんたまさか。うん。なるほどね。あんたが青戸組の新しい用心棒ってわけかい。そういうこった。それで私に何の用。また半左衛門が会いたいって話かい。どんだけ会いたかってんの。会いたきゃ自分が来ればいいだろ。ああ、子分どもに囲まれてないとそんなに心配かい。肝ったまの小さい男だね。ほうほう、分かってんな。なんかな。まあいいよ、分かってるじゃないか。もらった礼もある。一度だけあんたの顔を立ててあげよう。ただしこれっきりだからね。へえ、なんかあれだね、結構いいやつじゃん。なんかさっぱりしてんな。なに、これ屋敷行けばいいのこれ。てんてれてんてれてれてん。まあ一回屋敷行くか。特にねえよな、やることは。てってれてってってん。誰かいない、よそ者ですか。そのヤクザルートに行ってしまってるからな。どうなんだろうねこれね、全く予想つかねえな。どんな感じの話になるのか。今のところなんか面白そうなあれだけどな。ミスターお侍。テレンテンテンテン。そうだぞ。持たせていただきたいもん。別にいいけど。危のうござる。ノー。あはん。あはん。へえ、慣れてるんだ。ある薬屋からんていう。もうちょっと姉さん。いや、もうろくなもんねえじゃねえか。そうか、死体があれか。死体があってみたいな。でもな話だね。カスティーラ。なるほど。てててて。しょっぱい。しょっぱいな。自分たち向きにせ、ん？改良か。てれててて。てけてけてん。てけてけてってって。話を聞いてくの面白いな。屋敷行くかじゃ。話なんかあるかな。展開してくんねえかな。ちょっと。アート組結構楽しみにしてんだよな、このルートは。ごまかそうったってそうはいかないよ。あの薬はなんだい。カタギの衆を食い物にするなんてアート組も落ちたもんだね。ソマだけ。お嬢さん、もう先代の時代じゃないってことはあんたもそろそろ。先代ってどういうこと。まだお父っつぁんのもの最中だよ。後目も何も決まっちゃいないはずさ。確かに形の上では。だが俺以外誰がこの国を治められる。あんたも早いとこ俺と祝言をあげた方がいいこうってもんだよ。ほんとぶっ飛ばせ。誰がお前なんかと。人形を持ってなる青戸組さ。お前が組長じゃお父っつぁんも浮かばれないよ。みんなそうだろ。おお、こいつらもあれだな。お前たち情けねえな。やれ人形だ、人の道だじゃ国は晴れぬんだ。分かったかい。ただんじまい。情けない。ああ。あんた。そいつは俺の触覚だ。京次郎によるとなかなか使えるやつらしくてな。組のためにちょいと力を貸してもらおうと思ってるのさ。お前の用心棒に興味なんかないね。どきな。おう。どきなって言ってるだろ。私を舐めるんじゃないよ。お、すごいね。すげえな。あんたも甘い汁を吸いに来たんだろうけど、カタギの衆に手を出したらこの私が許さないよ。分かったね。激しいな。どうだ、向こうっけが強いところが可愛いだろう。もういいよ。ああいうなめたものももうじきしまいだ。そん時はたっぷりと教え込んでやる。うわー、なんかあれだな。
うごめいてんな、ちょっと闇がさ。これどっからなん、なにこれ、なにこれ、どっち側につくとかあんのかな、あっちにつくか、こっちにつくかみたいな。これどうすればいいの、これ。何すればいい、仕事、仕事してみてもいいしな。わけありな関係のようだな。出直してくるか。出直すの、しばらくあれかな、ないのかな、イベント。大体まあ奉行もなんか一回最初のなんかなんつうの、まあ、ゴーシロって戦って、そのなんか特になんかイベントなかった、しばらくなんかイベントなかったよな、 2,3 日ぐらいは。ドチンピラが甘え戦ったな、お前とな。じゃあここでやってみる。これこいつの仕事何やったっけ、俺覚えてねえわ。よく来たな。うん、手先は器用な、何、ああ、あるにはあるんだが厄介な山でね。はい、スリー、あ、俺がスリーすんの、やってくれるやつはいねえものが、流せろ。挑戦するのは悪いことじゃねえか、詳しく教えるぜ。ああ、大事なものを懐に忍ばせてどっかに現れるらしい。どっか気づかれないように大事なものをいただいてくれ。居場所は分からねえから足で探してしまうんだ。それはめんどくせえな。体当たりかまして、どさくさで懐、体当たり、早くから当たったって、そうね、男らしく正面からぶち当たりな。物が出てくるまで諦めんの、それ怪しまれんじゃないの、それバレるでしょ、だって。まあやってみるか。え、どこにいんの一体。まあ大体いるっつったら、まあ、まあ大手門とかそこらへんか。あの、これバレちゃまずいよね。バレるっつうか、そのなんつうの、あの奉行所の人たちになんかバレるのがちょっとあれなんじゃないの。てまあバレないように、まああれだな、ここにいないかな。チェン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 、いる、こっち、あ、人がいるね。人がいるけど多分違うでしょ、偉人っつったもんね。いなくない、うん、あ、この人、あー、足りねえ、面白い頑張り。うん、私そう思う。いや、訪れん。あ、これつか、こいつか。なんだと、なんだとめっちゃなんか落とす。なんだと、これ大丈夫、しかもうまくなんか俺がか、なんだ、かわすようになってんな。なんだと、不要だ、やばい、これ一回あれだね、一回目よう。多分これ倒したらダメでしょ、これ難しいな、これ結構難しいんじゃないの。一回出て、まあ時間制限、まあ時間もあるから大丈夫でしょ、そういう感じか。これ結構難しくね、難易度高いんじゃないの、スリ結構難易度高いぞ。まあ多分大丈夫、もう大丈夫でしょう。てん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 、この人か、うまくなんかあれだね、正面からなんか当たらないようになんかあれだな、かわすようになってるね。あ、大丈夫かな、あー、ちょっとこれはまずい、ちょっとこれはまずい。一回まあどいてもらって、ここだな。なんだと、なんだと、なんだと、お、なんだ、なんだと、落とさねえな、ご用だ、めっちゃ全然落とさなくね、落としてないよね。ちょっと他のとこやってみっか、ちょっとここ危ねえな。他のとこ出ないのかな、他のとこに待ち合わせるとか出てくんない、無理、とりあえず行ってみるわ。出てくれれば OK、 これめんどくせえんだな、ちょっとな、来る、これなんか来そうなイメージあるんだけどな、ダメか、あの人は違うか、いないか、あ、いないんだね、もんじゃないとダメなのか。じゃあちょっとこれやばくないか、時間ちょっとやばいかもな、ちょっと失敗するかもしんない。あー、小手先ちょっとあれだね、まあ確かに苦手だな、俺もちょっとこれ苦手だわ、ちょっとこれ難しいな、もう叩きってダメか、もうぶった切っちゃダメか、どうにかならんか、それで。てか本当にあいつなの、そもそも本当にあいつなのかっていう、そういう問題があるけど、うまくかわすもんね、やべ、なんだ、やばいやばいやばい、こいつがいる、これちょっと、一回話しかける、そう、大失敗してな、おう、うん、どうやって生きていけばいい、浪人、なるほどね、なかなか、まあ、人生の転機なんだな。なんだと、なんだと、難しくね、いやマジ難しくないこれ、
成功できる気が全くしないんだけど。なんだと？なんだと？なんか大丈夫っぽくない？なんだと？今横にいたよね、今ね、普通に。ご用だ。ダメ？ダメ？くっそ。よせ。めんどくせえ。出てこないな。出てこねえな、マジか。まずいぞ、あと時間なくなっちまうな。これ大丈夫ってか、これまだ出てくんのかな。出てこなかったらまずいな。これ一番難易度高いわ、今までの中で一番難易度高い。マジで。てけてけてけてん。どうにかならんかな。よー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 、またいる？これいなかったらもう俺おしまいだな。もう開いた。あ、いない。え、違う。あれ、やっぱいない、いなくなってる。あいつか。やったありがとう。さあよこせ。なんだ。ああ、そういうことね。一回逃げよう。全然ダメだ、ね、やっぱこれ捕まるんだな。なんだ、あいつ大丈夫、大丈夫だったの。じゃあ、おい、全然ダメじゃんこれ。やばい、成功できる気がしない。もう他の、もう他の仕事してくんない。これもうもうスリもうやんねえぞ俺も。もうスリやりたくねえよ。もう全然成功できる気がしない。マジで。あ、終わった。まあいいや、ちょっととりあえず やるだけやってみるわ。もう多分無理だろうけど。なんだ、その場所悪いんだよな。なんだと、なんだと、全然ダメじゃない。なんだと、不要だ。落ちないよね。ダメだな。ああ、これ一個無駄にしちゃったもん。全然ダメだ。これどうすればいい、マジで。コツとかないのかな。失敗してしまうだな。ちょっとまあまあまたやってみるわ。ダメだったらまあ、とりあえずまあ成功するまでやってみたいな、とりあえずな。マジで成功しないじゃん。どんだけ難しいの。あいつらすげえんだな。スリってすごいんだな。お金は落ちるけどさ、ね、ごめんね、失敗しちゃった俺。よく来たな。どうした、仕事があるんだな。集金、あ、集金だったらまだいいだろ。はい、言ってほしいの。掛沼町の、はい、500もね。それと見つからないよね。まあ夜だったらまあやりやすいでしょう。こちらは多分あれだろう、まあやりやすいんじゃないの。なんかぶっ倒しやってほしいな。なんかな、誰かぶっ飛ばしたら、ぶっ飛ばしたらのあれで やりたいやな。って考えたらまあ奉行所なんか仕事が楽なんだな。で、まあ、続いてなんかあれだろ、町の仕事みたいな。ここ一番難しくない？多分一番難しいわ。ただこれ多分選択肢あるでしょ、だって確か。お前か。いらっしゃい。襲撃に参ったんだが。そうだ。いい品入ってますよ。ああ、どれがいいかな、これはな。そらさないでもらおうか。うん。わしら上がる一方で。愚痴を聞きに来たわけではない。せもごぜ。やばい、くっそー、このあの野郎、なんかホッとしてんだろうな。てえ、まだ俺、まだ来るからな、俺は。まだ、あ、これでもいけそうな感じだしたな。もうあいつもぶっ飛ばしてくねえか、最初に。なんかもう。同心最初のもぶっ飛ばしておいて、なんかさ。まだいるの、いるんだったらもうやるよ、俺も。やってもいいんじゃないかって感じはするけど。いない？あ、いないね。もうトトロ忘れるわ。注意注意注意。よし、500よこせ。は？は？舐めてんな。おい。おい。行くぞ。マジで言ってる。くそ、マジか。何これ。失敗してばっかりなんだけど。おい。てめえ。もうめちゃくちゃやってくれたじゃねえか。めちゃくちゃやるからね。確保してくれ、お前。300？ じゃあいいよ、なんか、250。あいつ投げりゃいいんだろう、なんか半分。
50問しかねえじゃん。おにぎりしか食えねえもん。え、失敗のパターンもありえるんだ。こういうパターンもあるんだね。いや、マジで難しいな、ここな。来たよ。ああ。おう。よくやった。半分。あ。あ、一応まあ成功に入るんだ。もうお金もらえないけど、まあ、あれかい。まあでもとりあえずいいか。まあ失敗に入んないんだ。入んなかったらいいや。まあしょうがないな、これは。まあとりあえずしょうがないと、つうことで。あとどんな感じ？イベントないのかな、なんかの。何かしらの。てけ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 。さて。なかなか青戸組の仕事がなんか難しいんだよな。今んとこ難しくて全然お金たまんないしさ。お金たまらねえわ。ほんとどうすればいいんだろう。とりあえず集金やらしてくれ。あ、集金だな。よく来た。はい。ほう。奉行所に行けばいいの。なんかイベント始まりそうじゃない、なんかあっち行ったら。なんかイベント起こりそうな気がする。まあ別に起こってもいいけどね。まあとりあえずまあ行ってみるか。でででで。で、これ終わったらまあ一旦休むって感じでいいかな。やっぱそんな感じか。こいつなんか出な、後半出ないよね。前半はいるけどさ。全然出てこないもん。やるか？おい。めっちゃ強い、めっちゃ強い。いきなりかよ。おい。お前ずっと好き勝手やってくれやがった。めっちゃ好き勝手やりやがった。いや、マジで強いな。お前強いな。武藤剛志郎、ちょっと相性悪いか、これ、刀の。せっかくお前友達になれたのにね、武藤剛志郎と。まあ、俺もちょっと呪いにかかってから、俺が。何回やってもなんか時間が戻ってしまうというね、俺は呪いにかかってるな。もう勘弁してくれな。ごめんなさいね。ごめんなさいね。大丈夫よ。お兄ちゃんもいい同心なんだけど、お奉行に浸水しきっちゃってガチガチなのがたまに、ね、だがそういうところがいいんだろ。あの剛志郎ちゃん、あなたみたいだ。どうも。もうつれいい、あの長女帰れ、帰りやがれ。あいつの刀欲しいな。あいつの刀欲しいな。あーでもあれか、まあ、やん、あー大丈夫か。あ、よかったよかった。イベントってから進まなくてよかった。時間が。探す？どこにいんの？意外とまあ表にいるかもしんないな。ちょ、一回見てみるわ。いないか、こういうところは。ぱっと見なんかいなそうな感じですけど。マジで？どこにいんだろう？あ、お前か。うん。あーどうすっかな。まあ、周期に参りました。おのれ。帰ってくれぬか。受け取らねば帰れぬか。うん、おのれ。うちの娘は、はあ、病でなければ。どっちがいいかな。金はもらう。くそ。悲しい生き物だ。子役。うん。偶然にも。くそ。許さん。お前ついでだ。お祭りやっとこう。よし。これ帰るから。帰ります。全然金がたまんないもんね。マジかよ、これ。なんだ。どんどんいなくなっていく人が。俺追っかけられている。